鳥居、あづさみてんじん社は、東京都西多摩郡瑞穂町にある神社。式内社で、旧社格は郷社。他のあづさみてんじん社の総本宮である。瑞穂町と武蔵村山市のほぼ境界上の、狭山丘陵南麓部に位置する古社で、延喜式神名帳には、武蔵国多摩郡八座の一座に数えられている。現在の祭神は次の三柱。社伝によれば、桓武平氏の祖、桓武平氏の祖、高望王が創建したという。村山郷の総鎮守で、武蔵七党の一、村山党の氏神として、崇敬を受けた。あづさみという社名については、あづさ弓によるという説、きさげによるという説、湧水によるという説など諸説ある。天正12年、慶長3年の修復を経て、享保年間、村山土佐守により、社殿の修復が行われ、その後も、呉北条氏が、社領15館分、徳川幕府が、朱印地12国を寄進するなど、歴代領主から厚く遇されている。明治6年号社に、列格した。ちなみに、殿が谷の地名は、村山党の館があったことに由来するという。社頭前には、文久3年の社号標がある。また、立川市砂川町に鎮座するあづさみてんじん社は、1629年、後に、砂川村となる地域の開拓に伴い、その鎮守として勘定し、1738年に、本殿が造営された。砂川の新田開発を行った、岸村の村の氏は、村山党の後衛を称する。また、小平市小川町の小平神明宮、同市中町の熊野宮は、同じく、小川神殿の開発を行った、岸村の小川氏と、当社の社家、宮崎氏が、岸村に鎮座していた当社の拙者、神明社と熊野宮を勘定したものである。注釈出典、ABCDEF 東京都神社庁。東京都神社名鑑下巻東京都神社庁、1986年3月、324-325ページ。あづさみてんじん社、立川水天宮歴史、由緒。あづさみてんじん社。2019年12月1日閲覧。小平神明宮熊野宮。ありがとうございます。